すごい自然にただただフィットしてるような感じで音が消えるというか、のめり込める感じがすごいなって思いました。自分たちが作った楽曲そのまま、割とそのまま届けられる印象があったので、長時間つけたりつけたまま寝ちゃったりしてもなんか耳痛いなってならなかったんで、すごいなって思いました。あんまりイヤホンに見えないですよねいい意味でコスメっぽいというか使いやすさがすごい気に入ってるんです。綺麗に聞こえるので、素直に聞こえていいなと思ったのと、まあ、ノイズキャンセリングとかそういう便利なものがなくてもいい、こうミニマルなものでいいっていう人には全然これでいいと思いました。より箱の中にいる感じというか、空間を感じれたりしたので、その辺は良かったですね。なんか自分たちがレコーディングの時にこだわった音とか、割とそのままみんなの生活に運んでくれるような、音楽好きな方は特にそこに妥協せずに一度試していただきたいなっていうふうに思いました。自粛期間とかに入ってからはもう主に作曲ですね。で、10月本当はその今年の1月末にアルバムを出したんですけど、また1年後ぐらいにアルバム出せたらいいねって言ってたのを、まあ、ライブとかも全て飛んじゃったような状態だったので、ちょっと前倒しにして10月にこの間アルバムを出したんですけど、その主にそのアルバムを作ってたっていう感じでした。はい、やっぱり一番印象というか自分が使ってたのはマイクで、ツアーに行ったりとか、結構海外とかも行かせてもらってたんですけど、40日間行きっぱなしの時とかも自分でこう大きいスーツケースに入れたまんまにしてずっと使わせてもらったりとかしてた経験がすごい残ってて、すごいそのものがタフというか、ライブ中とかはその何ですかね、もう盛り上がっちゃってマイクとかもこうわーって倒しちゃったりとか、そういうことも多々あったんですけど、そういうのでも一回も壊れたことなかったですし、そういう印象はすごくありますね。はい、なんかイヤホンでノイズキャンセリングがついてるものを初めて使ったんですけど、なんかその電子的なものでこうノイズを切ってるようなものの、その特有のこうちょっとツンとした感じとかもなくて、すごい自然にただただフィットしてるような感じで音が消えるというか、のめり込める感じがすごいなって思いました。はい、そうですね、なんか私結構迫力が感じたくなっちゃうんで、ボリューム結構上げちゃうんですけど、いつも普通のイヤホンで聴いてる時とかは。でもそのなんかフィット感のおかげなのか、割とそんな上げなくてもちゃんと音の本来持ってる楽曲の迫力を感じることができた感じがあって、なのでなんか長時間ずっと聴いててもあんまり疲れないんで、すごくその辺がいいなっていうふうに思いました。音のその質自体も変な癖がなくて、自分たちが作った楽曲そのまま、割とそのまま届けられる印象があったので、これで聴いてくれたら嬉しいなって思いますね。なんか結構移動中とか長い移動の時とかも動画見たり音楽聴いたりとかでずっと使ったりしてて、そのまま寝ちゃったりするんですけど、そういう時絶対耳痛くて起きるんですよでもあんまり痛くなくて、その本当に不快感がなかったですね。長時間つけたりつけたまま寝ちゃったりしてもなんか耳痛いなってならなかったんで、すごいなって思いました。やっぱり今結構その画面上でやり取りすることが多かったりとか、Zoom とかでこうオンラインで会議することとミーティングすることとかも多かったんですけど、こう一度に何人かがバッて喋ったりとかしてもちゃんと聞き取れるし、あとは配信ライブとかで配信ライブっていうか、なんていうんですかね、インスタライブとか YouTube ライブとか、そういう配信で生でオンライン上でやり取りする、リアルタイムでやり取りする時とかも結構聞こえやすくてよかったですね。はい、
どっちも可愛いですね。この外側の布というかがすごい高級感あって、なんかポーチとかに入れてても可愛いなって思いました。あんまりイヤホンに見えないですよねいい意味でコスメっぽいというか私犬飼ってて、犬の散歩行く時にいつもつけてるんですけど、やっぱ犬の散歩とか行ってると外のみんなの生活音というか聞かないと危なかったりする時は、そのノイキャンを外して外の音聞けるようにしてるんですけど、なんか自然に入ってくるのでちょうどいい感じに音が BGM になってくれるというか、自然に入ってきましたね。私本当に結構ガサツなんで、そのこのいいなって思ったところはやっぱ使いやすさがすごい気に入ってるんですけど、ここもちゃんと磁石マグネットみたいな感じでカチャってはまるんで、カバンの中にバーンって入れててもちゃんと充電されてるっていうか、後ろなんかそのすいませんバーンって入れたりして、その逆さになってたり、リュックの中で逆さになってたりしてもちゃんと密着してるから充電できてなかったとかもないし、タッチで操作できるのもすごいいいなって思いました。耳にいろいろボタンついてるとめんどくさいじゃないですか。あと自分の動きに合わせてちゃんと音が止まってくれたり、なんかリュックの中でうっすら音鳴ってんでみたいな人いるじゃないですか。イヤホンのイヤホンからこう漏れ出てるってこともないんで、ちゃんと音が止まってくれたりするのはすごいお気に入りですね。はい、私も結構聞き比べてみたんですけど、そんなにこう音のなんか優劣差はないというか、どっちもやっぱり音すごくいいなっていう風に思いました。そのどっちも同じく、そのさっきも言ったように変な癖が入ってたりとか、あえて迫力を演出するようなこともなく、こう綺麗に聞こえるので素直に聞こえていいなと思ったのと、まあ、ノイズキャンセリングとかそういう便利なものがないのなくてもいい、こうミニマルなものでいいっていう人には全然これでいいと思いました。イヤホンの方もなんかかなりこう音楽に没頭できる感じは感じたんですけど、その密閉されている感じとかも、でもやっぱりヘッドホンのこの側の大きさはよりこう箱の中にいる感じというか、空間を感じれたりしたので、その辺は良かったですね。あとなんかつけ心地がすごい気持ちいいから長時間聞いててもこれも疲れないですし、お家で聞くときは割と、まあ、こっちよりはちょっとスピーカーに近い感じで聞けるので、お家とかやとヘッドホンの方が楽しめるのかなとは思いました、うん、そうですね。今まで結構いろんなイヤホンを使ったりしてきたんですけど、ヘッドホンもそうなんですけど、なんかゼンハイザーの、ま、マイクのイメージが結構強かったんですけど、イヤホンとかヘッドホンを試してみて、なんか自分たちがレコーディングの時にこだわった音とかを割とそのままみんなの生活に運んでくれるような商品になってることがすごく嬉しかったので、まあ、そのよりいろんな機能を使ってみたいなっていう方は、そのノイズキャンセリングとかももちろん使ってみてほしい、感動したので使ってみてほしいですけど、その学生さんとかももしこうちょっと頑張っていいイヤホン買いたいなって思うんやったら、ゼンハイザーの商品を試してみていただきたいというか、そういう音を音楽好きな方は特にそこに妥協せずに一度試していただきたいなっていうふうに思いました、はい、考え方的には音楽を長く続けたいなっていうのが一番目標で、長く楽しく続けたいなと思ってるので、今はその、まあ、音のことも今バンド組んでちょうど10年になるんですけど、全然まだこうフレッシュな気持ちで、自分が思い描いてた10周年ってこんな感じかなっていうのと全然違って、まだ全然これからっていう風に
思えてるので、音的なこともこうイベントとかそういう面白いこととかもどんどん考えていって挑戦していきたいなっていうふうに思います。